はい、では始めていきたいと思います。1年間の米買い禁止と、11ですか、国数が。いや、減ってるんですよね。もう全然増えないんですよね。本当に増えない。ルーレットの目が悪すぎて、本当に増えない。罰ゲームは全部やったんですよね。いやー、ちょっとこれ以上減るのは本当にまずいから、なんとかしないといけない。いけないんですよ。いやー、参ったなー。しよう。18ってまた微妙な。ちょっと厄介な数字ですね。18。とりあえず早く取らなきゃ。早く取らないとやばい。なりふり構ってられないので、早いこうね。100までいっちゃうんじゃないかな。大丈夫かな。ルーレット現状1でもいいぐらいなんじゃないかな。そう思ってきたんですけど。秋じゃなくて、いいよか。いいよも取ろう。頑張って早く取ろう。スローは、どこでもいいから早く取ろう。取れるんだったら取ろう。取れないんだったら取れない。なんでもいいから。はい。いけるかな。28でいってみよう。28でいけるかな。いくしかないんだな。28。もうなんぼでもいいよ。籠城しない、なんでもいいや。勝てるなら何でもいいです。勝てるか分かんないので。とにかく早く増やさなきゃいけない。あの鉄砲さん無視して OK にしなくていい。あいつだけ。
この差なら問題はないでしょう。よし、取りたいんだけどちょっと無理があるので、いやもう動かすの怖いんだよな。お金またね、ルーレットの目がね、わけわかんないことでかしかねないので、いやでもまあやるしかないんだよな。仕方ないさ、仕方ないのさ。武田っちが徳川と北条でも断られたと。いやちょっとそこの一個以下やめてほしいな。はい、ルーレットいきましょう。うわはい、国を失う以外のルーレットでお願いします。よし、行きましょう。どう、大丈夫だね。うわ、3人解雇。いやまあ誰でもいいならいいや。じゃあ、解雇する3人。天野さん、天野くん、ちょっとあと2人はちょっと別にちょっと探します。誰かいるかな、適任なやつ。いないな。節塚備前、そうですね、節塚備前秋あたりに誰かいるでしょう。残り2人。見るけどこっちはいらない。はい、3人 OK。 なんですか、そうですか、そうなんですか、そうですか。ちょっと龍、高信さんちょっと移動しよう。高信さん移動して、島津義弘でちょっと攻めよう。
どうですか。我が軍の勝利に間違いござらぬ。我が軍の勝利に間違いござらぬですか。そうですか。25でどうでしょうか。25ではいかがでしょうか。時の運、じゃあお願いします。あ、籠城してるじゃんか。籠城したらもうダメじゃないですか。寝返るんかい。寝返るのはいいんだけど無理ですね。米ないよね。無理ですね。無理ですね。はい、行きます。節から行こう。してたのに禁止されちゃう。うわー、痛いな。それは痛いな。鉄鋼線使う気でしたよ今、思いっきり。痛い。痛すぎるでしょう。楽しようとしてたのに、ここ倒す、ここ攻略。いったー、3ヶ月か、だからもう今年もダメなんでね。いや、痛いなー。なるべく減らさないように。多少時間かかってもいいんで、なるべくです。55対55ね。
幸い日が長い、落ちるのが早いんで、夜に仕掛けやれ、に仕掛けやすい。89対100ですけど、出だしはね。まあ楽でしょうね、この戦は。もういいでしょうね、十分です。あと1、2ターンで逃げるでしょう。これで逃げるでしょう。いや、お疲れさん。いやー、鉄鋼線禁止か、痛いな。まあ仕方ないですね、こればっかりは。ルーレットは絶対なので、仕方ないです。まあ一気に増やしますよ、城の数を。ほぼ触れずに勝つという、ほぼ触れずに勝つというこの戦、楽ですね。いや、よくだ、とりあえず増えたので、まあ増えたんでいいです。まあ、3ヶ月鉄鋼線禁止がちょっと痛いですけど、12月までね、禁止なのがちょっと痛いんですが、まあいいですよ。はい、ということで、いつまで国数15になりました。増やしました、だいぶ。まあ元に戻しましたというべきですね。またそうですね、ルーレットの目が優しければなんとかなるでしょう。ダメだったらまた元に戻ります。ということで、ここで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。